今回の話題は、3つあります。まず1つ目がですね、もう今週はこの話題がまずしなきゃいけないなと思ってまして、インターネットエクスプローラー、もう我らのウェブブラウザ、インターネットエクスプローラーがですね、この6月15日にサポート終了となります。今日収録時点で6月11日ですので、もう今日話をしないといけないなという感じでお話をするんですが、長らくね、使っていました、Windows の、標準とも言えるべきウェブブラウザですね、インターネットエクスプローラーなんですが、ついにですね、この2022年6月15日、今週の水曜日ですね、サポートが完全終了となります。で、マイクロソフトはね、前からもうサポート終了の案内はしていまして、まずアプリケーションの提供終了というのは、去年の5月21日、5月19日の段階で終了としていまして、あと、マイクロソフト365とかアプリケーションでのサポートというのも、去年の8月ですね、2021年の8月17日でサポートと終了となっていました。で、今回はですね、ついにインターネットエクスプローラーそのもののサポート終了ということになります。Windows 11ではもちろん立ち上がらないんですが、Windows 10でもですね、アップデートかけるとインターネットエクスプローラー自体が立ち上がらなくなります。いろんなブラウザを使って起動とかできるようにしてたんですけども、基本的に立ち上がらないようになります。セキュリティ上重要だという話もありまして、こちらですね、IPA、情報処理推進機構の方でも、これ6月1日の日付でですね、マイクロソフトインターネットエクスプローラーサポート終了ということで案内が出ています。これのセキュリティに絡む話もありますので、もうサポートが終了するってことは、セキュリティパッチも当てられませんので、セキュリティ上非常に問題だということになりますので、代替のブラウザに乗り換えてくださいというお話をしています。これ IPA のサポートのウェブページは概要欄に貼っておきますので、そちらを見ていただければなと思っております。で、代替概要ということでは、もうマイクロソフトのこれですね、もうマイクロソフトエッジを使ってくださいというお話が出ております。おそらく企業はですね、ほとんどもうマイクロソフトエッジに移行するという形になっていると思います。中には、Chrome にするとかね、Chrome も市場シェアが今6割超えている状況ですので、Chrome にするという方もね、おられると思いますし、企業もですね、この状況を踏まえて、Chrome 使っていいよっていうところもありますので、それはですね、それぞれの状況に合わせてね、切り替えをしていただきたいなと思っています。さすがにインターネットエクスプローラー使ってる方いないと思いますけどね。ただ、よく企業向け、会社の方で、社内ツールがインターネットエクスプローラーでないと対応してないっていうケースが意外とあってですね、私もついこの前までの旅費精算とかですね、そのシステムがインターネットエクスプローラーじゃないとまともに動かないっていう状況がありまして、今は治ってますけどね、なかなか切り替えられないっていう状況があったと思うんですが、とは言ってもですね、なかなかそのシステムの切り替えってうまくいくわけじゃないんで、確かに そこの救済措置としては、マイクロソフトエッジの中に IE モードという、インターネットエクスプローラーとね、同じような挙動をするモードというのを用意していて、どうしても必要な場合はそちらを使ってくださいということになっています。ただ、企業としてはあまりセキュリティの面から考えても IE モードは使わない方向にしたいなっていうね、動きにあるようです。といっても、この IE モード、いつまで持ちこたえられるかというと、ずっと使えるわけじゃないんですね。これマイクロソフトのサイトの方から、IE モードを含めたですね、サポート期限が書かれているんですが、実際ですね、2029年の1月9日、こちらで、IE モードは終了となります。今ちょっと YouTube の方で画面でお見せしているのは、Windows 10と Windows 11のですね、あと Windows サーバー含めたサポート終了期限なんですが、IE モードもこれに伴って終了という形になります。LTSC というね、ロングタームサービスエッジチャンネルという、一番息の長い Windows 10とか、そういった製品に関しては、ギリギリですね、2029年の1月9日まで、サポートしますということになっています。エンタープライズエディションに含めてもですね、2023年とかになってますので、基本的にもう、この期間までは使えるけどっていうのがありますけど、さすがにこれまでの間にはもうインターネットエクスプローラーを使うようなアプリケーションというのはもう移行してほしいなという思惑があると思います。そういうことでね、
みんなが長らく使っていたインターネットエクスプローラー、まあこれで終了ということになってしまいます。まあいろいろね、あの互換性の面とかで言われてたものなんですけども、私もこれインターネットエクスプローラー 1.0 が出てきた時から、ずっと使ってまして、まあ、途中 Firefox とかも使ってましたけど、結局なんだかんだでインターネットエクスプローラーっていうのはね、標準ブラウザーとして使ってましたんで、まあ本当に今までお疲れ様でしたという感じしております。懐かしいですね。やっぱりあのマイクロソフトのこう勉強会とか行った時とかが、インターネットエクスプローラー9とかが出てきて、もう IE は遅いと言わせないぞとかね、結構いろいろこう精力的にバージョンアップを続けてたものだったんですけどね、まあ、なかなか感傷に浸ってる今もないんですが、まあ、こういうことで今回、まあ、インターネットエクスプローラーは2020年6月15日、まあ、来週水曜日に終了ということで、まあ、今後はマイクロソフトとしてはマイクロソフトエッジを使ってくださいということになります。でもう一つの話なんですが、Windows 11、この前お話ししましたように、次のバージョンアップが 22H2 という、まあ、2022年後半リリースというものになります。こちらがですね、なんとリリースプレビューチャンネルでリリースがされたという情報があって、実際今私のマシンも動かしているという状況なんですけど、こちらですね、リリーシング Windows 11バージョン 22H2 to the release preview channel ということで、Windows 11のインサイダープレビューのリリースプレビューチャンネルに参加している方、こちらの方向けにですね、22H2 が降ってきてますということで、私も早速も入れました。あの私のマシンね、Windows 11の、メインで使っているマシンをリリースプレビューチャンネルのインサイドプレビューで動かしてまして、ちょっとバージョンアップしまして、今これ 22H2 になってますね。だからこれタイミング的にもう11月とかに出るのかなと思ってるんですけども、ちょっとね、タイミングはまだわからないんですけども、まあ今年後半と言ってしまったら、まあ7月の後半ですからね、6月も前半終わりですからね、今月でね。後半と言ってしまえば確かにその通りなんで、意外と早く 22H2 が出るのかなというふうに思っています。で、この 22H2 自体はですね、ビルド22621というビルドが入っています。で、ビルド22621と言ってるのは、もうこれ5月の11日にですね、リリースされているものなんですね。まあ、これでもう ISO イメージとかも出てて、こちらが、このビルド22621が、Windows 11の次の正式バージョン 22H2 のベースになるビルドになるというふうに見られています。まあ、これのね、アップデート内容っていうのは、結構今までのこの番組の中でもお話してますんで、まあ、そちらをね、聞いていただければなと思っております。第629回かな、こちらのポッドキャストの方で、ビルド22610から616までね、お話をしてますんで、まあ、タブレット向けのね、タスクバーの最適化がなくなったとか、あとコントローラーの Xbox ボタンを押すと、ゲーム画面がすごい起動できるってメニューで選べるようになるとかですね、まあ、そういった話をしてるんですが、まあ、それ以前のものも含めてですね、まあ、採用された機能ということをビルド22621に入ってリリースというふうになっています。ですからもうこれで次の Windows 11は機能がフィックスという形になります。まあ、結構ね、ここら辺の記事っていうのは窓の森とかにも出ていますので、そちらを見ていただければなと思っております。で、実際の ISO イメージがですね、ダウンロードできるようになってますので、まあ、ここからちょっと次の Windows をクリーンインストールか試してみたいという方は、この ISO イメージをダウンロードしてもいいかなと思っております。はい、そういうことでね、Windows 11、次のバージョン 22H2、ビルド22621が、リリースビルドチャンネルで出たという話をさせてもらっています。で、今私使っているマシンも、この22621なんで、まあ、ちょっとしばらくこれでね使って、まあこのまま正式リリースかなというふうに、見ています。まあいつ出るんでしょうねこれ。まあね、私ずっとね、今まで11月だったんで、11月に出ますなんて言ってたんですけども、この段階でリリースペリューっていうと、意外と早くね、次の Windows 11が出るんじゃないかなと思っています。
で、じゃあもう一つお話をしていきます。今度は Windows 11のインサイダープレビューのデブチャンネルですね。なんかこういろんなチャンネルがあるんでややこしくなってしまいますが、こちらは開発者向けのリリースということになります。でこちらがですね、今 Windows 11の、デブチャンネルでビルド25136、どんどんややこしくなってきますけど、ビルド25136というのがリリースされています。これマイクロソフトのウェブサイトの方の、アナウンシング Windows 11 Insider Preview ビルド25316というのが記事が出てるんですけども、ここでですね、なんとファイルエクスプローラー、エクスプローラーにタブがつきましたという発表がされています。まあ、あの以前からね、エクスプローラーにタブがつくっていう機能はつくつくって話が出てて、試しに入れたりとかいろんなケースがあったんですけども、25136からタブがサポートされるということになっています。でやった、試してみたいと思ったんですが、これ見るとですね、このタブの機能は一部の方に提供していますということで、全員にまだ配ってないんですね。で私の方では、これインサイダープレビューのデブチャンネルは、ハイパー V の仮想環境で動かしてまして、こちらは、ビルド25136というのを今インストールしています。でこの状態でエクスプローラータブ化でされてるかなと思ったらね、残念ながら私の方はされてなかったですね。本当はタブっていうとね、この一番上のこう、まあ、ローカルディスクだとか、まあ、デスクトップとか今表示されてるフォルダーの名前が、あのウィンドウの一番上、エクスプローラーのウィンドウの一番上に書かれるんですが、ここにねタブが書かれるというものになるんですが、残念ながらね、私のインサイダープレビューではタブは書かれていませんでした。まあ、これタブの機能はですね、ちょっとすごく欲しいなと思ってるんで、本当ね、インサイダープレビューのデブチャンネルと言わずに、あの気持ちとしてはこの 22H2 で入れてほしかったなっていうくらいなんですけども、まあ、これはね、まあ、そのうち私のところに降ってくるでしょうから、楽しみに待ちたいなと思っております。そういうことでね、Windows 11も今インサイダープレビューのデブチャンネルの方では25000番台というビルドの方でどんどん機能追加されて試しています。まあ、あの私もね、どんどんこうフィードバックをしていきたいなと思っています。でやっぱりあのこれからもね、デブチャンネルを紹介していくと思うんですけども、まあ、前にもありましたようにね、一回機能実装したんだけど、マイクロソフトがあ、いらねえやと思った機能はあの外されてしまうこともありますんでね、あの入れてみてほしいなと思ったら、これ良かったっていうフィードバックをね、マイクロソフトにもね投げなきゃいけないのかなと思っています。はい、そういうことで、マイクロソフトから Windows 11 Inside Preview Dev チャンネルで25136ファイルエクスプローラーのタブが付き始めましたという話をさせていただきました。はい、第634回はインターネットエクスプローラーサポート終了のお話と、 Windows 11 次のバージョン 22H2 のリリースプレビューチャンネルでリリースされたという話と、 Windows 11 Inside Preview Dev チャンネルの25136の話をさせていただきました。先日ね、サーフィスラップトップ GO 2のお話をさせてもらいましたけども、結構 YouTube の方でね、学生さんが何人かですね、持ってますよとか、サーフィスラップトップ GO 2、まあ、買おうかなとかね、いう話をされてました。結構ね、まあ、私もこの12万円の最上位モデル買うよりは、まあ、16万円の、まあ、サーフィスラップトップ4にした方がいい場合もありますよって話をしてまして、まあ、いろいろご意見いただいている中で、やっぱり4万円の差はでかいですよっていう、20代に4万円の差はでかいですよっていう学生さんだと思いますけども言われてましたけど、いや20代じゃなくても私の年でも4万円はでかいです普通にでかいですということでね、低価格に抑えてコンパクトなサーフェスラップトップが欲しいって方は、まあ、前回と同じ話しますけど、サーフェスラップトップ GO2 ね、していただいてもいいかなと思っています。でね、一つはちょっとご指摘があったんですけども、同じスペックならばっていう話してたんですけど、サーフェスラップトップ4ね、コンシューマーモデルについては、Core i シリーズじゃないんですね。サーフェスラップトップ GO2 は、Core i シリーズなんですけども、サーフェスラップトップ4のコンシューマーモデルになると、私はね Core i シリーズ CPU も同じですみたいな言い方しちゃったんですけど、これちょっと間違いでして、ご指摘いただきましてね、サーフェスラップトップ
4の、まあ、コンシューマーモデル、一般市販モデルは AMD の Ryzen ですね、これを搭載しておりますので、まあ全く一緒というわけではないんで、まあ、そこちょっと注意いただければなと思っております。まあね、 AMD もいいと思うんですけどね、先日の Windows 11のアップデートで AMD のプロセッサーでうまく動かないっていうケースがあったっていうのもありましたね。ちょっと私の知り合いで AMD のマシン、プロセッサーのマシンに Windows 11アップデートしたら BSOD ですね、ブルースクリーンオブデスっていう青画面ですね、あれが出てしまって起動を繰り返すということがあったっていうね、こともありますんで、まあ安定性でいくと、まあ、十分、まあ、ほとんど問題ないと思うんですけども、私はちょっとまだインテルの方を使っていこうかなというふうに思ってますし、まあ、企業向けモデルになるとなおさら安全牌を狙ってインテル製っていうのがね、あるのかなと思っています。まあ、別にですから Ryzen が悪いとかね、 AMD が悪いとかは決してないですし、コストパフォーマンス優れてるんで、私もちょっと Ryzen のマシン組んでみたいなっていうふうに思うことあるんですけど、まあ、そんな事情もあってね、 AMD じゃなくてちょっと私はインテルかなっていうふうに思っております。どこかな、まあ、あとどうしましょう、一応先週ね WWDC があったんで、そこの話をちょっとネタ的に話すと、まあ、iOS の16ですかね、iPad でマルチウィンドウが使えるっていう、あれは非常に私は感激というか、やっぱりね、iPad を、まあ、スプリットビューも、ね、使いますけども、やっぱりなんかこう慣れっていう意味では、マルチウィンドウ使えるといいかなっていうところがありましたね。まあ、だったら普通にサーフェス使えばいいじゃんって思うんですけどね、逆にそういった方向にやっぱり寄っていくのかな、やっぱりそっちの方が便利なのかなっていうふうにね、思ったところがあります。あとは、M2 ですね、 M2 の MacBook Air、まあ、噂通り出てきましたけど、やっぱり 円安が進んだってこともあるんで値段高いですね。16万円っていう、だったら買い替えるかどうかっていうと、ちょっとまあぶっちゃけ買い替えらんないですね。それ買うんだったらこれサービスラップトップ4かなとそのように思っちゃいますね。まあいろいろとね考え方あると思うんですけども、ちょっとやっぱり円安が進んだこともあるんですけども、ちょっと期待はしていて、物はすごくいいと思うんだけど、 M2 の MacBook Air はね、ちょっとね私は買うことないかなと思って、まあ、そんなところでね、いろいろデジタルガジェットも出てくるんで、まあ、楽しみであるんですけども、まあ、マイクロソフトもアップル製品もですね、ちょっといろいろ見ていこうかなと思っております。ではまた。